先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。ます売れるキャッチコピーやヘッドコピーの作り方ってありますか。そうですね、ありますね。はい、売れるキャッチコピー、ヘッドコピーを作ろうと思ったら、やらなきゃいけないことは二つあると、二つあります。 まず1つ目が、そういう型みたいなのがあるので、ヘッドコピーとかキャッチコピーの型をまず知ることですよということですね。まあ、その型っていっぱいあります。多分いろんなそのコピーライティングの本とかを読めばいっぱい出てくると思います、ね。まあ、僕は結構好きな型っていうのがあるので、まあ、大体3つぐらいですね、僕が使ってるのは、ま、え、る、ー、する方法っていう型と、もう1個は、なぜまるなのかっていうやつと、もう1個はまるしてはいけないみたいな、この3つをよく使うかな っていうふうに思っていますね。自分でも、で、その方に当てはめていくっていうやり方と、もう一個は、そのいろんな、そのコピーの。 そのいろんな型,型っていうか、いろんな言い方があるので、それを絶えずこうインプットしていくっていうのが大事かなと思います、で例えばダイレクトメール以外にもその雑誌の,あのキャッチコピーとかヘッドコピーとかこういうのを見ながらね、ねこういうのがいいんだとか、あと自分がこうピクってきたあの文章っていうのをこうメモっておくとか、まあ、メルマガでも何でもいいんですよね、例えばフェイスブックに流れてくるそのタイムラインの広告とかでもいいですし、そういうのを見ながら、あ こういう広告が今流行ってるんだなとか、こういう広告結構僕は反応したんだけど、なんで反応したんだろうかとか、こういう型のやつをいっぺん自分の商品にも落とし込んでやってみようみたいなことをいろいろやってみるのがいいかなと思います。とにかく型が必要ですね。型を知らないとどういうコピーを作ればあのお客さんが反応してくれるのかっていうのがわからないものですから、そういうコピーの型っていうのをまず知ることが大切ですよと。で、二つ目は何かっていうと、これはあのお客さんの声を見ましょうねと。でいくら型を でいくら自分が好きな方っていうのがあると言ってもその好きな方っていうのが例えばお客さんから全然、ね、支持されないような 型でであっっったたりりとかかコピーだったらら、やっぱり反応はないわけですから自分の好きなコピーを作るというよりかはお客さんから反応があるコピーを作るっていう意識で作った方がいいです、ねで。そのためには何がいいかっていうとお,お客さんの声を見まくるっていうのがいいです。お客さんの声、まあ、アンケートですね。アンケートを取ってお客さんの声をいっぱい取ってその中からその言葉の裏側にある本質みたいなものを拾い取ってそれを あの、ヘッドコピーとかキャッチコピーに使えば、ポーンと反応が上がりますから、まずヘッドコピー、ああ、お客さんの声をいっぱい見まくりましょうねと。でそこから、あの、こう、必要なワードっていうか単語みたいなのがポーンと出てきたら、それを、その、型に当てはめていくみたいな感じの方が、結構売れるヘッドコピーやキャッチコピー作れるかなと。 これれだけ人が反応する言葉を入れたのになんで反応しないんだとかっていうこと、がよくよよくくありますよととで,でかっていうと本とか例えばネットとかで載っている人が反応する言葉例えばよくあるのが魔法とかね、暴露とか、そういう言葉っていうのはやっぱり人が反応しますよなんて言われていますけど、まあ、それはちょっと言われているけど、やっぱり弱いんですよ、お客さんからすると弱いわけですから、お客さんはどういう声に反応するかっていうと、やっぱお客さんの声で。 他の他の人の声ですねお客さんで実際うちで太陽光を設置された人のお客さんの声っていうのを 拾い上げると、それとよく似た、そのお客さんとよく似た人が反応してくるわけですね、だからこそお客さんの声がいいですよ、それでも失敗する場合があります、はい、失敗する場合があるときは、どういうときかお客さんの声を拾っているのになんで失敗するのかっていうと、これはねあの、お客さんじゃない声を拾っているってことなんですよ、例えばよくあるのが、えー、この人、うちで決まりそうだなと、この人決まるんじゃないかなと思った、えー、思ったんだけども、実は外してしまったっていうお客さんがいてると思うんですね。そういういお客さん 出した言葉っていうのは結構グサーって刺さるものですから今までは A という言葉でその A というお客さんを拾ってきたんだけど B というお客さんを拾うことができなかったとでその B というお客さんが言ったその B という言葉を今度これを使ったら B という言葉を使ったら B のお客さんも拾えるんじゃないかと。 で今まで A のお客さん拾ってきたわけだから次は A も B も拾えるはずだと言って B のお客さんが言っていたキャッチコピーヘッドコピーを使って広告を打っても反応がないことがよくよくあります、はい、これはなんでかっていうともうシンプルで簡単な理由なんですけど自分のお客さんの声じゃない声を使っているから変な人がわらわらやってくるわけですね B という B さんという属性を持つ人たちがわらわらやってくるのであって例えばその B さんが安売りを目指してた 安い価格で買いたかったっていう人の声を拾って、そこを売ってあげると、やっぱり安い商品を買いたいっていう人が集まってきちゃうわけですね、でも安売業者じゃなかったら、その安いっていうキーワードっていらないんですね、実は。そんんなな言葉を入れていいくと自分のお客さんじゃない人 B さんの属性がやってきてしまうから、やっぱ商談してもなかなか決まりませんよと、制約率がものすごく低くなってきますよと、だったら A さん、今までのお客さんの A さんを徹底的にその集めるということをやればいいのに。 B さんっていう属性のね、違う属性の人を拾おうとするからダメになってしまし、ダメになってきてしまいますよってことがよくよくあります。お客さんの声といっても、自分のお客さんの声を拾うべきであって、そのよそのお客さんの声なんかを拾ってきても、やっぱりあんまり効果はないかなというのは、僕は実際やってきたあの結果、そういうふうに感じますね。ですから、どうせお客さんの声を拾うんだったら、自分のところのお客さんの声を出していきましょうねと。 やってきますからあのクロージングもめちゃくちゃ楽ですしスパーンと決まりやすいですよと自分のお客さんじゃないお客さんの声を拾ってくるとやっぱりあの反応率は反応が良くても制約率が悪くなるということがよくありますよとで、えー、やっぱ大前提としてやっぱりそのコピーの型っていうのを知っておくべき必要がありますよとコピーの型を知らないとちょっとこうあっちゃむちゃあ,あっちこっち向いてるようなコピーになってしまいますからやっぱ人が反応する型みたいなのがありますからその型をいろいろ使っていってその お客さんがその A さんんががそそののの A 反応するその方ってていいううを見つけていきましょうねと自分が好きな方っていうのももちろんありますし自分が好きな方でお客さんが反応するって方が一番いいんですけど自分は好きなんだけどその A さんが反応しない方みたいなのもありますからそうじゃなくてね A さんが反応する方っていうのを見つけていきましょうねとそしたら売れるヘッドコピー売れるキャッチコピーっていうのが簡単に見つかることができますよとで基本的にはその方っていっぱいありますから いいっぱいたくさんある中で自分がその例えばコピーを作る時にこの,この人のコピーが好きだなっていうのをこうチョイスしていって自分流にアレンジしていけば結構いいコピーが作れるのかなと思いますのでぜひ実践してみてくださいねと言いたいですね。辻先生今日もあありりががととううごござざいいまましたす